どうもマキです。こちらですね、今日はこちらの商品を、紹介していきたいと思います。こちら、マルチワイヤーストリッパーといいまして、通常のストリップ修復を剥がすこともできますが、つながってるもう接続されてる線の途中の被覆を剥くということもできます。こんな感じでね。で、こちらで、ちょっと硬いですね。こちらでね、被覆を剥く長さを調整できます。ストッパーがこちらになっておりますね。こちらは細い線の被覆を剥くときにマイナス方向に回すみたいです。で、こちら通常のストリップはこういうふうに、突き当ててこういうふうにすると、ストリップできます。で、もう配線がねつながってるところをストリップするときはこういうふうに、もう配線されてる線の途中の被覆を剥がすときはこういうふうに挟みましてやるとこういうふうにね、途中の被覆を剥くことができます。これを使ってですね、ちょっと私また車をいじりまして、ちょっと動画は撮れてないんですが、後ほど、写真で、紹介したいと思います。レーダー探知機をね、新しい、以前紹介したガジェットの車の方に、取り付けてみました。またいろいろな太さの線もできるみたいなんですが、ダブルコードの途中を向いてみたいと思います。はい、こんな形でね、向けることを確認できます。通常のストリップもできますし、線の途中をね、途中の被覆を剥くこともできるので、こちらのワイヤーストリッパー使えるんではないでしょうか。こちらのワイヤーストリッパーの紹介動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。